たご飯はいつぶりだろうね。フロッケもつい気合が入ってたくさん作ってしまいました。おいしいおいしい、とろけそう。お口に合ったならよかったです。この料理前にも作ってもらったことあったっけ？いえ、ありません。少しお高い食材が必要なので、とてもとても。そう、どこかで食べたことがあるような気がしたんだけど。なになに、もしかして昔の記憶が蘇った？ダメ、思い出せないわ。記憶戻らないですね。ハイディと会った3年前より前のことは全く。自分がどこで生まれたのか、どう生きてきたのか、親の顔も何も思い出せない。無理して思い出さなくたっていいんじゃない？ろくな親じゃなかったかもしれない。私みたいに親から逃げてきたのかも。でもお父さんやお母さんに会いたい気持ち、フロッケにはわかります。フロッケの親もいつか見つかるといいわね。はい。そういう意味じゃ私たち似た者同士だよね。親がいなくなっちゃったやつ、親から逃げ出してきたやつ、そして親の顔も思い出せないやつ。ま、似た者同士、これからも末永くよろしくってことで。はい、よろしくお願いします。ハイディさん、バレリアさん。ええ、よろしく。そしておかわりー。